こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回はシビックタイプ R4 連発アタック特集をお送りします。2022年9月に登場してから早1年以上が経過した6代目 FL5 型シビックタイプ R、 ショップやメーカーの開発も進んできており、デモカーを目にする機会も徐々にですが増えてきました。その中でも今回はスプーンの峠アタック、サーキットアタック、フェニックスパワーの最高速アタック、クスコの峠アタックをご覧いただきましょう。ではどうぞ。エンジンはまだノーマルのまま、マフラー今試作品なんですけれども、年明けぐらいには発売できるようにと思って、今いろんな性能の確認、各部の調整等をやっています。足回りライトチューンの仕様になってます。試作品のダウンスプリングを使ってノーマルのダンパーのいいところを最大限に引き出そうっていう、そういう狙いのスプリングです。あとはブレーキパッド、それからブレーキホースが変わっているので、だいぶまたノーマルとも違うフィーリング、少し懐の深い操作性が得られていると思います。山田さん、いろいろうちの車に先乗ってもらってまして、この前の奥伊吹では日本の国内仕様のハッチバック 1500cc ターボを乗ってもらいました。基本的な仕様っていうのが大きくは変わらないコンセプトのストリートのものなので、じゃあパワーが変わったタイプ R どんな風に違うんだろうっていうところを見てもらえると嬉しいですね。サンダーヒルのねレースとかでも先代のタイプ R レーシングカーを乗ってますんで、じゃあ同じ、系統のエンジンが新世代のシャシーに乗ってストリートになった時にどんな風に変わるのか、その辺も山田さんの中で比較ができると思うので、そういった部分でねいろいろ見てもらえると嬉しいです。今回走行はもちろん R モードでやりますよね。あ、もう全然 R モードでガンガンいけます。もうそういう足が結構できてきてるんで、ノーマルだとねもうちょっと足したい越したいみたいなところがあったんで、その部分を反映させた、まずスプリングでどこまで、ね、できるか、やっぱりね車高調とかにしちゃうと意外にダンパーのコントロールとか減衰の仕様とかって簡単に作れちゃうんで、ノーマルをいかに活かすか、そして本当にこの車のいいところっていうのをものすごく伸ばしてあげる、そんなチューニングを目指して今やっております。今回のスプリング結構自信あります。さあ新しいタイプ R、まだ見たことないでしょ世の中の人が。それを俺が走れるわけよ。ほんと楽しみ。まだスプーンの全てのオリジナルのやっぱりパーツがついたわけじゃないんだけど、ところどころにねスプーンらしさみたいなのがねついてるんで、峠をハイスピードで走るタイプ R なんて多分結構世界でも初レベルだと思う。初だし、本来シビックっていうのはこういうところを抜群に速かったインパクトがあるんで、それをが受け継がれてるかどうかっていうのを見るのがすごい楽しみだね。感動しかないよね。思った以上のパフォーマンスだよね。電子制御がいっぱいあるわけ。じゃあこの辺でいいかなっていうのがあったんだけど、やっぱりこうスピードがどんどん上がってくるから、そうすると若干こう微妙に邪魔されちゃうわけ。だからそこはね、全オフのリクエストをしとけばよかったなっていう。それでも全然速く走ることができるので、その辺の微妙なセッティング。まあ、あとはね、そのこれからいろんなね、あのブレーキだったりとか直アブソーバーだったりとかね、これからいろんなパーツがつくと、さらに最強のスプーンらしいタイプ R ができるんじゃないかな。そういう中で今回誰よりも早くこういうところを本気で攻められたっていうのはすごい嬉しい。普段お前らにはもう感謝しないけど、もう今回だけはねちょっとありがとうって言いたいぐらい、本当にこの車に乗れたことっていうのは良かったなって。今回のタイムアタックマシンは2022年9月に発売されたばかりの FL5 型シビックタイプ R。 そんなホットモデルのファインチューン仕様を老舗スプーンが完成させた。エクステリアはベース車両のスタイリングを保ちつつ、ダウンフォースを稼ぐ試作品リップスポイラー、シャープな形状が特徴的なエアロミラー、
スプーンを象徴するクレインネックデザインのリアウィングを装着する。エンジン系は現状ノーマルだが、 ECU は現在解析を進めている真っ最中で、制御ツールのホンダータを使ったブーストアップが可能になる日もそう遠くはないはずだ。排気系はセンター2本出しタイプの N1 マフラー。足回りはターベイと共同開発したフルスペックダンパーキットが採用されている。ローターはスプーンオリジナルのスリット入り2ピースタイプで、キャリパーは前後とも純正を使用し、パッドはスプーン製を組み合わせる。コックピットにはオリジナルのカーボンブラケットシートを投入。ステアリングとシフトノブに関してもオリジナル製品へと置き換えられている。ホイールはスプーンが誇る軽量かつ光合成モデルの SW388 で、タイヤはポテンザ RE71RS をチョイス。頑張ってください。最終コーナー立ち上がって山田選手1コーナー、インガーからちょっと入りましたですね。あそこはラーマンラインとでも言うんでしょうか。1コーナーを抜けて立ち上がりました。そして S 字から第1ヘアピンに入ってまいります。さあ第1ヘアピンのブレーキングどうですかね。早めにインに入るね。そうですよね、うん、ちょっとブレーキング重視のようなね、ライン取りをされてますけれども、いつもの乱暴運転を披露するラーマンだが、ここで痛恨のシフトミス。おい、このままアタック続行か。いや、アクセルを緩めた。もう一度行きました。ちょっともう一回戻ります。これがラストチャンス。もうミスは許されない。最終コーナーもものすごいブレーキングで突っ込む。アタック2回目はミスなく走破。1分3秒218でございます。ブユオクトスピード。ホイールベースが長くなったんで乗りやすいっていうか踏みやすい。 FK8 の時は最高速とかやると水温が110度を超えちゃうんで全然走らんかったんですよ。今回それが FL5 は改善されてるかどうかを確認したいなと思って持ってきてるんですけど、コンピューターがまだ7割ぐらいの出来でしかないんで、どれぐらい走れるかどうかも見てみたいし。
269キロも出たん。すげえ、シビックすげえ。エンジン関係は全てノーマルのままで、ノーマルの持てるパワー、トラクション、そういったものを全て生かしきれるような LSD であるとか、車庫調の方も基本的にサーキットというよりはストリートでの使い勝手と性能、純正の持てる性能を確実に発揮させたいというのがコンセプトで開発しております。電水が入るな。あれ？電水が入るな。結構ここまで入んないんだけどな。設定が間違ってんのかな、これ。エンジンはめちゃくちゃ速いよね、これ。フィーリングはいいんですよ。ただそのフィーリングに対して電声っていうのが結構介入感があってですね、ちょっときついです。すいません、さっきちょっとエンジンかけ直した時にこれ TCS 入ってたんですよね。あごめんなさい、最初に来た時全部やったつもりだったんですけど、再始動の時にキャンセル し損ねたと思います。あ、わかりました、はい、申し訳ないです。了解です。ちょっとね、トラコンが入るんで、フィーリング的にはいいんですけど、ちょっとやっぱり硬いかなっていうね、まあ、そんな感じがやっぱりこうしますよね。パワーに対する角じゃないですか、はい、でそこで入るんですよ、でそこでこのランプが点灯して、やっぱりこうその普通にオフにしただけでは、はい、もう完全に切り、そうパワーかけた時にやっぱり切り切れないんですね。でノーマルだとそこで踏んでいって、まあ、若干かきながらでもこうパワーかけていけるけど、はい、やっぱりどうしてもこうストローク量がちょっと少ないので、その分こう早くやっぱりこうそれに介入してしまうので、あとはやっぱりこういう場所ではちょっと羽根がね、全体的なやっぱり羽根があるんで、そのラリーのターマックと同じで、ある程度その内側をつけた方が硬いと一瞬パンと飛んじゃうんで、飛んじゃうとラインがパカンと本来一番得意なところだと思うんで、ラリーのターマックのはやっぱりこうっていう感じでね、そっち方向のやっぱりこう足の方がこういうところで合ってるんじゃないかなって、そんな感じです。いまだに受注一時停止状態のシビックタイプ R、 月間生産数がわずか400台のこの車、今年1月に受注一時停止となったタイミングで抱えていたバックオーダーは実に2万台、単純計算で納期が4年待ち以上という異常事態。そして現時点でも受注再開のめどは立っていません。いくらショップやメーカーがアフターパーツを開発しても、そもそも乗ってる人がいないことには話になりません。確実に言えることは、純ガソリンエンジン搭載のタイプ R としてはこの FL5 型が最終型だということ。だからこそのこの人気とも言えますが、もはや走る前に伝説になってしまいましたね。少しでも早く受注再開となることを心から願っています。いかがでしたか。今回はシビックタイプ R4 連発アタック特集をお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。
そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。